インターネットレディオ GoodAir.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ ケンタロウ中村、こんにちは。2時間に1本動画更新、どうも中村健太郎です。いや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 、本日は午前中ね、結構遅くまで寝れたんですけど、なんでかっていうと、各学校がですね、今日は登校日に設定をしているようなんですね。で、まあ午前中はだいたい子供たちがみんな来れないということだったので、まあ、来れないって言っても来いとは言ってないんですけど、誰も来ないということだったので、ちょっとねゆっくりと寝させていただきました。まあ新型コロナウイルスの影響で、どんどんですね、まあ休校が続いて、子供たちも友達に会いたい、もちろん部活もしたいっていう子たちがいっぱい、本当いっぱい増えてきたなっていう感じで、まあその子たちに少しでもね、時間や余裕や、友達と過ごす時間も大事だし、いつも怖がってんじゃなくて、スポーツをしたりとかね、友達と会って話したりとかする時間も大事なんだろうと思います。で、ちょっとね、電気止めるぞって、九州電力から来てて、そう、もうまさかの、今日朝から九州電力の話題をやった後に、九州電力から電気止めるぞっていうのが来るとは思っていなくて、測ったのかっていうぐらいね、のタイミングで来たんですけど、まあ、クレジットで払ってるんですが、払えなかったっていうか、クレジットがね、上限いっちゃってて、飛んでた分が2回分ぐらいあったので、これやばいやばいと思って、で、払いに行くんですけど、なんか、明日までに止めるぞって言われて、じゃあ払いますって言って、紙探してね、持ってく。手紙から。で、バーコードのやつ持って行ったら、使えないんですよね。で、九州電力さんに、すいません、もう止めるのはちょっと勘弁なんで、どうにかして金借りて払いますからって言って、で、まあ、2ヶ月分なんですけど、1ヶ月分とりあえず払いますって言ったら、2ヶ月分払わないと止めますって言われたので、マジかってなってですね。で、まあ、じゃあどうにかしますっていうことで、ちょっとレンクにお願いしに行って、金借りて今払ってきたところです。なんだけど、そこに行く途中でさ、もうすごいね、集団で5人6人でチャリンコ乗って、バンバン飛び出してくるな、子供が。今日は運転要注意ですよ、マジで。でも楽しいんだろうな。なんか友達とかいらないとか、学校行きたくないっていう子たちもいっぱい今まで見てきたけども、こうやってね、みんなに会えないとか、学校に行けないとか、ね、部活ができないとかってなると、子供たちってこんなにもやっぱりこう、本当はそれがしたいんだとかね、本当は学校行きたいんだっていうのをね、感じて、日本って健全健全な子がちゃんと育っとる。まあそんな感じになりました。マジで飛び出してくるからみんな気をつけて。うちの地元だけかな。他のところももしかしたら今日が登校日とかね、なってるかもしれません。大体予定では今日と、それから25日登校日なんですけど、多分今日学校行ってね、集団感染なんかしねえんだから別にいいじゃねえかっつって、もしかすると2、3日後に再開する学校もあるんじゃないかなと個人的には思っていますが、まあどうなるもんかなっていうところですね。まあ集団感染を避けるって、学校という環境の中で本当に避けれるのかとは正直思ってはいるので、なんか対策をいろいろねできることをしたり、もうちょっと新型コロナウイルスについてこう詳しく分かってきたりするといいんじゃないかなという気はいたします。まあそういうわけで、この時間は、そのご報告、まあ子供たちがね、みんな元気にすっげー楽しく過ごしてるよっていう、まあ、ご報告だけさせてもらおうと思って、動画撮ってみました。今日ね、この後なんですけれども、撮れるかな、何本か上げる予定の動画はあります。あるんですが、ちょっとね、今日お昼から来たいという連絡がいくつかあって、子供たちが来る予定なので、ちょっと今日この後更新ができるかどうかわかりません。あと、明日合格発表なんですよね。なので、大変、なんて言うんでしょう。僕自身もそうだし、子供たちもこう精神的に不安定な、タイミングになってますので、明日一日動画更新はお休みする可能性があります。撮れるものは撮りますけれども、お休みをして2時間に1本動画更新は、最終18日から再開ということになるかもしれません。
再開って言っても1日なんだけど、見休むの。もうね、動画投稿の数が320本ぐらい上がってます。それで320本。まあ、消した分もあるんで、今ちょうど300ちょいぐらいかな。の動画が、今現在アップロードされているという状況ですので。まあ、2月3日から始めて、ね、まあ、1ヶ月ちょっと。もう、お休みした日もありますけど、2時間に1本動画更新もここまで、数こなしてまいりました。だいぶスキルアップにも、まあ、なってきてるかなと。で、まあ正直、きついのはきついんだけど、今ここら辺で、今、完全に携帯だけでね、動画更新をするっていうのを覚えたというか、今やってる状態なのですが、ものすごく古いパソコンを使ってはいるんですけれども、パソコンの編集でこう、どのぐらいね、いろんなことを表現できるかっていうのをやっていこうと思ってるので、まあその辺をちょっと考えて、もう少し頑張ってね、この企画やっていきたいと思います。まあ、もしもご要望がありゃ死ぬまでやりますって死ぬまでやるかな。まあそんなわけでこの時間はそんなご報告でございました。学校行けてよかったな子供たち。今ね、この友達に会えたっていうこの嬉しさみたいなものをぜひずっと覚えていて持っていて、それを自分が学校に行く理由だとかね、にしてもらえたらいいなというふうに思います。以上です。あーどうぜひ。TV ご覧の皆さん、おはこんばんにちは、ゼウスシャネです。シャネスです。よろしくお願いします。鹿児島の YouTuber、ゼウスです。シャネです。鹿児島のあるあるコントなどを中心に、動画配信しております。皆さんもよろしかったらうちの動画見てみてください。もし面白いなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、その他にもいろんな方にうちの動画を広めていただいたら嬉しいです。はいよ、もしよかったらよ、おいたんの YouTube みっくれんけ。はい、今のはですね、鹿児島弁で、さ、もしよかったら、うちらの YouTube 見てほしいなっていうことです。というわけで、皆さんよろしくお願いします。というわけで、じゃあ、明日まで、と来てます。ちょっと段ボールで、嘘作って、ちょっとゼウスを喜ばしてみたいなと思って。先生、はい、俺からプレゼントがある。何すか？はい、自分。よし。え、何すか？ちゃうか？Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきましてメッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。Good Air .com. Your listening station is Good Air .com. You can enjoy music and talk. We are waiting the message from you. Please send us mail. ASANETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.